が、モンテ整体光信です。今回はね。背中編を,をという感じになっていきますね。この背中ってね。やっぱり皆さんね。疲れが溜まりやすい場所なので。 今日もう背中になるとね皆さん痛がったりとかしないので普段はね結構ね省いたりとかすることが多いんですけど音声をね入れることによってねまあちょっと皆さん見やすくなってるんじゃないかなと思って音声でね少しずつ解説していこうと思いますでここのね今ね押さえてる場所右,右側の肩甲骨のね間の場所になるんですけどもこの場所っていうのは実はやっぱり一番硬くなりやすい場所っていうのはね 日本人特にね右利きの方が多くて右の利き手で、まあ、物書いたりとか、えー、字書いたりとかあとねマウス使ったりとかいろ、えー、んなことをされたりするとき運転するときもそうですよねなんかねそういうところを使う場所なのでやっぱり、ね、右の肩甲骨のこの辺りっていうのが一番よく疲れる方って結構多いです。 でここの場所っていうのは顕微器、えー、肩甲骨と、ね、背骨の間のところにつ、ね、ながる筋みたいなところがあるんですけどこの顕微鏡をしっかり緩めてくれみたいな感じで言われたりとかするのがあんま食いと言って、まあ、昔からあんまが好きな人。 なんかがね、そういう風にねあんま食いの人は顕引きを引いてくれとか顕引きを押してくれっていう風に関西の方ででは結構言われてたんですよね関東とか,かん、えー、ほこ他の地域ではどうかちょっと私分かりませんけれどもあんま食いが多いのは関西だって言われてたので、えー、そういう風なな、ね、言葉がね結構ね昔から使われてたりとかします。 なので、ね、その、ね、肩甲骨のところとかをしっかり押さえていきます。でまた、ね、今押さえているのは胃の裏の辺りちょうど、ね、胸椎12番とか腰椎1番ぐらいの辺り、えー、動きが変わっていく場所の辺りになるんですけれどもこの場所っていうのは、ね、やっぱり、ね、負担がかかりやすい場所になるんですよね。腰、えー、腰椎、の、まあの骨の状態で、ねまあ 回転する動きと、あと、胸椎って言ったらね、前と後ろに行ったりとかする、動きが変わる場所のね、境目っていうのはね、やっぱり疲れが溜まりやすいんです。なののでねその場所と まあ、胃の裏の辺りとこの、えー、今押さえてるね肩甲骨のあたりっていうのをしっかりと緩めていってあげるとやっぱりね効果的にね筋肉の疲れっていうのは、ねえー、よく取れるんですけれどもそれをねなかなか分かってない施術者のの人人ととかかマッサージの人とか結構いたりするんですよねでなんでここを、ね、やりたがらないかって言ったら、まあ、施術者側、まあ、技,術者技術を提供するもの側から言えばはっきり言ってね硬いんですそう。 硬すすぎるんですよなのでその硬すぎる場所を押したくないから違う場所を触ってしまいたくなるっていうのが実は僕の本音だと思います僕もだってあのめちゃめちゃね「門絶生体三つのぶだ」なんて言ってねガチガチに固めてやってますけれどもこういうこの場所をね痛めつけるのってなかなか疲れがたまるんですよ、ねまあ、だからそういう風な感じだと思いますなんであのこのマッサージの人やってくれないんだろうなと思ったら手抜いてるからですよ 手を抜いてるからその人そうだからですあ言っちゃった まあいいや <laughs> で今肩甲骨の骨の上を押さっていうのはね、えー、手のね疲れとかねたあの何文字を書いたりとかあとね点筋をカーンって打ったりとかするその動作の響きとか、えー、ハンドルの動作の、えー、動きのし、えー、何響きあのとか,なんかそんな、ね、衝撃が、ね、伝わってきてここが硬くなってしまうとやはりね肩が凝ったりとか、えーとね、手のしびれとか腕が上がりにくい 原因になったりとかする場所です、ね、であ今ね三角筋のというところを押さえてますけどこの三角筋っていうのはねどういうことかって言ったらね腕を上げたり下げたりとかあと四重型五重型なんかにもね効果的に効く場所なんですよね。でここもやっぱり筆圧がきつい文字を書くときにあの指にかける力が強い人なんかもやっぱりこの辺が硬くなったりします。ままた変わりすすねね今度反対側です、ね で反対側になってくるとね今度はね左側う僕の動画をよく見てくださってる方だったら左側っていうのは対人関係のストレスなんですよねこの対人関係のストレスがねやっぱりかかってくるところっていうのはね左側のね肩甲骨からねちょうど胃の裏だりにね溜まっていくことって本当に多いですで対人関係って何だよって言ったらそうあいつ思い出したそうその人なんですよ その人が原因でこの辺が硬くなることっていうのは結構多かったりします。で思いつかない方の場合だったらあと見直してほしいのが何ですかねあの左側をになんか物を え吊るるしてたてたたりりととかか持っす方タブレットを持ちながらお客様に見せながら商品説明をしたりとかして左側に体重をかけている人とかなんかも左側が硬くなったりする原因があったりするのでそういうことはね少しでも改善できることがあればやっていただければいいんじゃないかなって思います。 まあ、ただね仕事柄ねなかなかそれができないっていうのができなくて溜まっていくのでそれが改善しないからう絶世代みつの部に来るっていう人も結構おられますから、まあ、その辺はね、えー、社会生活ししててていいいく上で仕方がなななのかななんて私は思ったたりいたしますでやっぱりねこのね抑えていくとねやっぱりこの硬いところっていうのはどんな感じになってるか皆さん結構聞きたいと思うんですけれども。 筋肉っていうのは硬くなってしまうと乳酸といらない物質 x っていうのはね。溜まっていくようになってるんですね。で、筋肉がね。溜まっていくとね。筋肉にま旬、あ、でいくっていうか、まあ、つ染まっていってしまって、コリがでそれで硬くなってしまうんですね。で硬くなってしまったものを周りをね。コラーゲンという物質で固めてしまうことによってコリコリしてしまうんです。 それをね、えー、私の指の肉たたきハンマーでコラーゲンの壁を壊してあげて筋肉を抑えることによって血行の流れを良くして筋肉内に溜まっている物質 X とか,なんか乳酸であったりとかを抑えてあげて。で 筋肉の中にいらないものがたまっているのを押し出していってあげてるんですでそうすることによってねけ筋肉が柔らかくなってくれて先生のところに行ったら体の持ちがいいっていうのは、ね、言われるのはねそのねそこまで抑えているから、えー、効果がいいんですねでな,なおかつさらに最近ねこんなことを言っちゃうとね先生もおかしくなったんじゃないかまあもともとおかしい人ですからいいんですけれども長生き生態だとか言われちゃって。 な,なんか分かりませんけれどもこのやっぱりねここのね筋肉を抑えてコラーゲンの角質を取ってあげるからそのコラーゲンが違うところそう肌に行ってくれるので肌つやが良くなったから若返り生態だなんていうふうにね言われる人もね結構出てきちゃったりとかしてびっくりしちゃってますけども確かにね私が長年関係して続,か続いて 行かれてる方、まあ、2週に1回とか3週に1回とか定期的にされてる方っていうのはやっぱり若い気がしますね。 うんまあ、それだけ社会とつながっているっていうことだと思うんですけれども、まあ、プラスアルファは私がさせてもらってそれがね筋肉の状態を良くすることによって若返りにつながってるんだったら、まあ、確かにねこれ以上嬉しい言葉はありませんからね、まあ、じゃあ若返り生態モンズ生態三つのぶのまあ若返り生態らに怪しくなってきましたよ。どう思います皆さんん受けてみたたいのかなそんなそ風に言ったら まあ、若返るって言ったらみんなね、えー、受けたくなるのかもしれませんけれどもね、まあ、そんな感じでねやってってますから、えー、受け入れられてる方は確かにいい気がしますであのね楽しい話もね初めは痛いんですけどもだん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 とね慣れてくるとね話をしに来たりとかする人たちもいっぱいいるんですだからね話をするためにねものすごくねコアな話にもなったりとかするんですよね最近先生アニメのの話はどうとかか、えー、今のなんか ドラマの方は「小説は?」とかいろんなふうなネタとかで「先生ちょっとね最近ねあの何かしらねいろいろあったんですけどちょっと話相談して聞いてもらえませんか?」なんていう人ってね結構ね実は結構多かったりするんですよね。 まあそういうふうなね話をたくさんされたい方っていうのはやっぱり平日の日に来ていただいた方がいいですね土日はねやっぱりね混んじゃうのでどうしてもねなかなか込み入った話っていうのはできにくくなってきてますね最近ベッド2台カードをしてますから佐藤、まあ、先生のお客さんも最近増えてきてますからなかなかね込み入った話をされる場合はやっぱり平日の方がいいかもしれません。平日っっっててて言も、先生いつやってんのうん えー、土日月間しか働いてませんから、月曜日とか火曜日とかその辺を狙ってきてみてもらうと先生のあね。私のね、コアな話がね。よりたくさん聞けると思いますよ。このね、youtube 上でね。公開しちゃうとね、えー、一般的に公開しちゃいけないような話もね。たくさんしますからね。そんな感じですね。あ、そういうな話をしてたら、もう9分ぐらいになっちゃったね。 ね、話してたら9分10分たすぐ経っちゃいますよ、ねまあ,あのそんな感じなんですけれどもこのね背中のところをねしっかり押さえていってあげるとやっぱりね効果的なんですよこれをねごうん、ごいぐ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 い 押さえ続けてますからここをねしっかりねやってあげるとまたね背中が楽になっていってくれますからね、えー、そんな感じで見ていってくれたらいいんじゃないかなと思いますまたねこのね動画がね本数ね今のところねまだ取りだめがまだまだありますからこの取りだめの動画もね とりあえずこうやってね長い長編の動画を作っていきますからえちょっとずつねこうやって私の、えー、声とかね、えー、話し声とかなんかそうなんで楽しんで先生面白いなと思ってもらえる方はまたね高評価とかチャンネル登録とかまたしていただければいいんじゃないかなと思いますではそろそろ10分も過ぎたことですのでまた見てねじゃあ今回はここまで門絶生代みつの部でしたまた見てねちょグッドボタンとかよろしくよじゃあねバイバイ